レスリー・ジョーダンはアメリカ合衆国の俳優、劇作家である。アメリカ国内では俳優として様々なテレビ、映画出演し、劇作家としても知られる。1955年にテネシー州のチャタヌーガに生まれる。数ある出演作の中でも特に知られているのが、日本でも放送されたコメディドラマ、二人は友達、ウィル・グレースでのビバリー・レスリー役。 この役で、プライムタイムエミー賞のテレビシリーズ部門における最優秀ゲスト賞を受賞した。舞台俳優としても知られており、自身は劇作家としても活躍している。主な作品は、ソーディドライブズという作品や、ロスト・イン・ザ・パーシン、ポイント・ホテルなど、この二つは映画化もされている。また、近年では、ライク、エードック・オン、リノリウムという一人芝居の演目で、 全米ツアーも行った。1988年にリチャード・プライヤーが主演する王、引っ越しで映画デビュー。それ以降、人気シリーズの続編、ジェイソンの命日や、エマ・ストーン主演の、ヘルプ・心がつなぐストーリーでのストーン演じる、主人公がアルバイトする出版社の編集長役などの出演作品がある。ありがとうございます。